浄土ヶ浜は岩手県宮古市常陸浜町にある観光地です。白い龍門岩の奇岩が立ち並ぶ景色が極楽浄土だということで名付けられました。今回は遊覧船の船着き場から浄土ヶ浜まで歩きます。さらに水神社、県立水産科学館、臼杵山と歩いてビジターセンターまで戻ります。浮桟橋戻ってきました。はい、ありがとう。はい、ボート降りて、ボート乗り場から先に進みます。はい、浄土ヶ浜に歩いてきました。という人に、うん、まあ路線バスがあると安心ね。はい、浄土ヶ浜到着です。浄土ヶ浜さあ、さあさあさあ、投げたらいかない、投げたらいかない、手で拭いて、ほら勝手に取りに来るから、ほら来た、ほら来た、こっちを向いて、こっちを向いて、え、投げる、今投げる、下手くそ、どこ行った、わからんなった、じゃあ取って、これ取って、逃げてます、逃げてます、お、ほら、ダメです、ダメです、ダメです。おじさんは嫌われてます。ダメです。周りはほとんどメスかもしれません。おじさんは人気がありません。ダメです。ダメでした。おばさんは、あー、おばさんはちゃんと来ます、悔しい、悔しい、悔しい、おじさんどうだ、あ、来た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 、やった、おじさんも安全だということが分かったようです。うまい、うまい、はい、浄土ヶ浜見終わりました。この森林浴の道を上がっていきます。競技の結果、シャドウを行くことになりました。はい、神社到着です。臼杵神社、こちら水神社ですね、お水神。
どうやらここが最高地点のようです。ここでちょっと休憩しましょう。あ、疲れました。道路に出ました。そこに県立水産科学館があります。そしてこちらの道を行くんですが、ツツジが咲いてるようですね。いや、こんなに寒いのに。限界ツツジそうです。いや、綺麗ですね。花の名所、臼杵山。臼杵山に到着したようです。三陸復興国立公園臼杵山。桜咲いてきてます。いや、ベンチもたくさんあって整備されてますね。ビジターセンターまで戻ってきました。ここまでで2時間10分 6.27 キロ標高差205メートルでした。いや、なかなか思っていた以上に浄土ヶ浜綺麗でした。それではまた。